これはマインドフルネス瞑想なんですけれども、今度はですね、ソニーで研究して完成させたソニックメディテーション、こちらの方はですね、この音と聞き手は言葉のエネルギーを使った誘導瞑想ということで、さっきは教師なし瞑想、誘導瞑想は教師あり瞑想、あるいはガイドあり瞑想とか、そうですね、ガイデッドメディテーションというふうに言うんですけども、で私がこのガイドになりまして、こういうふうなですね、ことをずっと言っていくと、どんなことを言っていくかというと、意識を第一チャクラ、鼻底骨のあたりに向け、何度も深呼吸をしてみましょうというんでですね、そうかと。第一チャクラは鼻底骨にあるのかというんでですね、そのあたりに意識を向けたかなと。で、その次に意識を鼻底骨のあたりに向け、次の音を聞きながら、お腹をへこませながら、口角を上げて、鼻から息を長く吐きましょう。うーんと言いますんでですね、この口角を上げるというのは、こうやってキュッと上がり上げるとですね、セロトニンが分泌されやすくなってくると。そうすると気持ちよくなってくるってですね。ですからこれを上げると、どんどん瞑想の状態にも入りやすくなってくると。それで鼻からですね、息を吐きましょうっていうんで、私が「うーん」って言ってる間、息を吸い込んでですね、あとはただひたすら鼻からですね、息を出してもらうと。で、長く息を吐くことによって副交感神経が優位になってくるわけですね。で、そうすると我々は普段から交感神経を働かしすぎていてですね、で、体も心も休まらない状態でいるわけなんですけども、ところがこうやって息を長く吐くことによって副交感神経も興奮させると。そうすると、交感神経の興奮が和らいで、こっちの方の興奮が高まるんで、ちょうどバランスが良くなってくるというふうな感じなんですね。で、ですけども、この「うーん」っていう音を10秒ぐらい言ってるんで、普通の人は10秒間息を長く吐き続けるなんてことはあんまりしないんでですね、苦しくなるかもしれないですけども、まあ瞑想はですね、脳トレ、トレーニングなんでですね、こういうふうなことをやって、トレーニングをすると交感神経が働きが弱まって副交感神経が、なんかご飯を食べて体が熱くなりすぎてしまって、汗をかきかきラーメンを食べるとかっていうような人はですね、実は交感神経がですね、優位になりすぎちゃってると。で、こういうのやっていくと、そのバランスが取れてくるということなんですよね。それで、次にですね、お腹を膨らませて吸う息とともに赤色の光を吸い込んでいるところを想像してくださいと。吐く息と鼻底骨のあたりが温かな赤色に輝いているところを想像してくださいというんですね。どんな赤でもいいですから、赤を思い描いてですね、それを吸い込むと。で、今度はその吐く息とともに、この赤色をですね、このチャクラのですね、第一チャクラのところにですね、赤色をイメージすると。で、この赤というふうなもののイメージがなかなかできない場合には、赤いリンゴとか、それから赤い夕日とかですね、それからあと日の丸、もうじきオリンピックになりますけど、日本が頑張るみたいなですね、日の丸はこのですね、今思い描くと。ほんで、このところも同じように、うーんっていう音をですね、ここにやりますのでですね、やっていただくと。ほんで、またそのチャクラというのは、音と色とですね、あとこのチャクラの機能をイメージするとチャクラが活性化すると。で、第一チャクラというのはですね、グランディングというのはですね、得意なところなんで、大地に足、あの足、地に足をつけるっていうやつですけども、ほいで、想像力を100万倍働かせて、自分自身が母なる大地の意味としっかりとつながっているところをイメージすると。で、大きな安定感を得ている様子をイメージするというふうにすると、心が豊かになり、とってもいい気分です、うーんとかって言いますので、またこのところでやるとですね、非常にこの第一チャクラというふうなものもですね、これで、ね、活性化するということができてしまうんですね。これで、これをその第2チャクラ、第3チャクラ、第7チャクラまでですね、ずっと行って、で、瞑想の状態を深めようと思って自分が努力していると、瞑想の状態が深まって、瞑想の状態から覚めようと思って深呼吸をするとですね、瞑想の状態から覚めるというふうなことなんで、この覚ます時には、このですね、自分から瞑想の状態から覚めるんだというふうに思って深呼吸をしていると、瞑想の状態から覚めていくと。で、やっぱり瞑想の時にですね、眠くなってなんかするわけなんですけども、7時間以上睡眠をとっていると、眠気も収まるんですけども、なかなか7時間以上寝るっていうのはですね、最近の、現代人はなかなか難しいんで、それから瞑想の状態になったら寝ちゃうとかって感じなんですけども、寝そうになったら体の筋肉に力を入れてですね、深呼吸をすると、眠気から覚めまして、それから雑念が浮かんできたら、目の前に川の流れ、宇宙のエネルギーの流れっていうのを瞑想中には言いますけども、その流れの中に雑念をですね、投げ込むという感じ。
頭の中に雑念を、展開させないと、しっかりと投げ込むというような感じですね。捨てるというようなことをするとうまくいっちゃいます。では、これからですね、このソニックメディテーションというふうなもののですね、体験を行ってみましょう。